アンドリー・ラ・ジョエリ・ナ・マルク・ラ・バルマ・ナナ2月27日、撮影破壊された建物1月26日撮影、逃げ惑う人々マダガスカルクーデターは、マダガスカルで勃発した2009年1月から3月に、かけての政治危機である。クーデターという名称については、各国の対応が異なり、一般に、クーデターと断定されているわけではない。2001年に実施された、 大統領選挙において、再選を目指すディディエラチラカと野党 TIA 無党首のマークラバルマナナによる事実上の一騎打ちとなった。憲法高等裁判所はラバルマナナが最多得票者であるが過半数を達しなかったので決選投票の実施を発表した。しかしラバルマナナら野党勢力は独自集計で過半数の得票を獲得したとして勝利を宣言した。 ラバルマナナへの支持は全国に拡大し、翌2002年、ラツィラカはフランスへ出国しラバルマナナは大統領に就任した。後に、ラツィラカは任期中の不正を告発され、最高裁判所から訴追を受けた。2007年に実施された首都、アンタナナリブ市長選に当選したアンドリー・ラジョエリナは、ラバルマナナ率いる政府批判を繰り返し、政府との関係は悪化した。 2008年11月、政府は韓国の大グループにマダガスカルの全農地の下半となる130万ヘクタールを99年間無償で貸与する協定を締結。ラジオエリナは自身が運営するテレビ局にフランスに滞在するラツィラカを出演させ政府批判のインタビューを放映した。12月13日、政府はラジオエリナのテレビ局に対して 国外追放したらツイラカを出演させたことを理由に閉鎖命令を出した。2009年1月24日、ラバルマナナが南アフリカ共和国に首脳会談のため渡航した。翌25日、ラジオイリナは政府によるテレビ許可閉鎖を批判し抗議デモを呼びかけた。デモ参加者の一部が暴徒化し、公共放送など政府施設や商業施設を襲撃。 治安部隊が出動し暴動鎮圧44人の死者が出た。アフリカ連合はラジョエリナの抗議デモを非合法的手段として避難声明を公表した。2月2日、ラバルマナナはラジョエリナを国家反逆罪として最高裁判所に告発、最高裁はラジョエリナのアンタナナリブ市長職を免職した。二月七日、ラジョエリナ率いる野党勢力は アンタナナリブで反対集会を開き、首相にモンジャロインデフォーを指名した。デモ隊は暫定政権の施設として使用するため、大統領府の選挙に向かうが、治安部隊が発砲し28人が死亡21、212人が負傷した。初の女性国防大臣のセシル・マヌル・ハンタが、この発砲事件に抗議し辞任。2月21日、ラバルマ・マナナはラジョエリナと会談。 和解することで合意した。しかしラジオエリナ側が和解を拒否し、抗議デモを再開した。フィアナ・ランツァ州で2月26日27日に行った。デモでは政府軍との衝突で二人が死亡した。3月14日にラジオエリナは集会を開き、ラバルマナナ大統領の辞任を要求した。3月15日、ラバルマナナは事態の収拾を図るため、 大統領職を国民投票で決定すると発表したが野党勢力は即時辞任を要求して無視した。翌16日、軍部にもラバルマナナ不支持が拡大し、陸軍部隊が大統領府を占拠した。この事態を受けてラバルマナナは大統領辞任を表明、全権を軍に委任した。軍部は全権をすぐにラジョエリナに異常。ラジョエリナが暫定大統領に就任。 首相にモンジャロインデフォが就任した。現行憲法に規定された大統領の非選挙権は40歳以上であり、ラジオエリナは34歳で年齢規定に達していなかったが3月18日、憲法高等裁判所はラジオエリナの大統領就任を容認した。3月21日大統領就任式を強行し、世界と友好を築き、自由な未来を求めると演説を行った。 また、2年以内に、大統領選挙と議会の解散、総選挙を行うとしている。アンドリー・ラジョエリナが大統領に就任後、イアブル派の大統領執務室にいたマーク・ラバルマナナ、前大統領は、マダガスカルから南下したスワジランド王国に身元を寄せていることが2008年3月25日に判明した。ラバルマナナ前大統領は、ラジョエリナから、 逮捕命令が発令された結果、国外逃亡を強いられ、3月23日にマダガスカルから亡命し、スワジランド国王であるムスアティ三世と今後のマダガスカルへの対応を協議したと報道される。また、3月23日に行われたラジオエリナ抗議運動の際、抗議を行った民衆へ直接電話をかけるなど、大統領の座を取り戻そうとする動きを展開している。 アンドリー・ラ・ジョエリナが大統領へ就任した直後の3月23日26日に首都アンタナナリボでマーク・ラ・バルマナナ支持者たちで抗議デモが行われた。この抗議デモで3000人がアンタナナリボ周辺を大行進した。今回の政治危機で野党となった TIM のラハリ内部報道官は軍によって生まれた政権は受け入れられず。 和解による合意を求めると言及に及んでいる。暫定政府は国際社会から承認を得られず外交的に孤立した。2010年8月、前年2月の反対集会に対する発砲事件に関与したとして、前大統領マークラバルマナナに殺人共謀罪で本人不在のまま終身強制労働刑が言い渡された。ラバルマナナは2011年2月に 南アフリカからマダガスカルへ帰国しようとしたが、マダガスカル政府当局の妨害から飛行機に搭乗できず断念している。一方、アンドリー・ラジョイリーナを次回の大統領選挙まで暫定大統領とするための憲法改正を問う国民投票が2010年11月に行われ賛成多数で承認されたが、野党によるボイコットなどで投票率は 約53%と低調であった。またこの際、軍の一部が反乱を起こし鎮圧されるなど不安定な政情が続いた。こうした中、選挙による政治的危機の終結に向けたロードマップが2011年9月、関係者の合意を得た。選挙日程は2013年をはじめに発表されたが、大統領選挙の一部の立候補者の違法性をめぐって事態は紛糾し、 選挙は延期された。これにはアフリカ連合や南部アフリカ開発共同体などの国際機構が仲介に当たった。8月に入ると事態は進展を見せ最終選挙日程が確定した。2013年10月25日に実施された大統領選の第一回投票ではラバルマナナ政権で保健省を務めたジャンルイ・ロビンソン候補とラジョエリナ政権で財政、 予算省を務めたヘリー・ラジャオ・ナリマンピアニナ候補が上位2名による決選投票に進んだ。決選投票は12月20日に行われ、この結果、ラジャオ・ナリマンピアニナが53.49%の僅差でロビンソンを下し、大統領に当選2014年1月25日に就任した。日本政府外務省は3月19日に一般市民を巻き添えにし、 不法に、政権交代が行われたことに強い懸念を抱き、民主主義的方法で、武力手段に至らず、問題を解決し、一般市民の安全を祈ると発表した。また、同日には、マダガスカル当然域に、ラジョエリナ政権の安定情勢が取れるまで、渡航の是非を進めると渡航危険情報を発令した。野党指導者、アンドリー・ラジョエリナの政権は、受け入れられないと非難している。 ニコラー・サルコジフランス大統領は混乱を終わらせるのは早期の選挙だと述べ大統領選挙をできるだけ早く行うよう要求しているアフリカ大陸での政治的な問題解決を期待し武力の行使を断念して支援を実行すると肯定しているアメリカ合衆国国務省ウッド副報道官は2009年2月20日にラジオエリナ政権発足を受け 暴力的解決を懸念し、マダガスカルへの金銭援助を取りやめると声明を発表している。また、中マダガスカル大使は、アンドリー・ラジョエリナの大統領就任式に出席を拒否した。事態の沈黙を期待すると声明を発表した。アメリカと同様に、即座に金銭援助を取りやめると発表した。アンドリー・ラジョエリナの大統領就任は憲法上問題ないが、 決して民主主義的方法ではないと懸念している。クーデターであるとして、マダガスカルの加盟資格停止を決定。また、半年以内に選挙を実施しなければ、制裁を科すことも検討するとしている。3月23日には、国際連合事務総長半期分は、アメリカ・ニューヨークで開かれた2009年3月12日の会見で、マダガスカル情勢を懸念し、 問題解決のため双方の対話を期待すると言及した。ありがとうございます。